れ様です。ダイエットしたいけどコンビニに寄っちゃう足とお菓子を買う手が止まらないリサポンヌです。ではでは、今日も元気に話していくよ。以前の動画でいろんなマッチングアプリとか婚活パーティーとか結婚相談所のおすすめのコメントをいただいてたんですよね。でもう元彼さんとお別れしてから3ヶ月になるし、そろそろ一歩踏み出そうと思っているので、視聴者さんのおすすめから選んで婚活の進展をご報告できると、まあ報告っていうかレポとかできたらいいなと思ってます。で婚活パーティーとかまた行ってみようかなって思ったりもするんだけど、本当に前回のトラウマで怖いんですよね。全く男性に話しかけられないっていう地獄の、はい、話なんですけど、まあ他のその女性と比べられるとそういうことになるんだよねっていうのが、まあ、分かったというか実際そうなったので、やっぱり1対1で会う方がメサポンヌはいいのかなって思ったりもするんですけど、視聴者さんのおすすめを信じてやってみようと思います。で結婚相談所はね、なんか入会金がだいたい10万円で、で月会費が2万円しないぐらいで、でもマッチングアプリみたいに自分でいろんな人に会いに行くっていうわけじゃないから、月に何回か男性と、マッチできるかどうかわかんないし、私の友達とかもね、入ってる子がいるんだけど、月に2人会ったって言ってたのね。で誰とも会えなかった月とかも実際あったらしくって、それってどうなんだろうってメサフォーヌ的には思って、月会費がある割に会えない月もあるんだみたいな。なのでもし結婚相談所を使ったことがある方がいたら、ぜひコメントでそこら辺のリアルな話、金額と見合うのかみたいなところ、ちゃんと出会えるのかみたいなのも教えてほしいです。で本当にアラサーの婚活はむずいんですよね。むずいよって感じで、もう考えたくなくなっちゃう。自己肯定感もすごい下がるというか、はい、そうっていうか、この前さ電車に乗ってた時に、話全然変わるんだけど、電車に乗ってた時にね、面白い男子高校生がいたんだけど、東京のその高校生ってね、個人的に男の子も女の子も制服かなりちゃんと着こなしてるっていうか、着てるイメージがあって、なんか女の子たまにスカート短かったりするけど、スカートの下にジャージ着てる人とかあんまり見たことないんだよね。で制服を崩して着てる人あんまり見たことないなって思って、そういう時代じゃないのかもしれないんだけど、ダボダボのズボンとか腰パンとかそういうやつ見たことなかったんだよね。それでこの前ミサポンヌがね、電車に乗り込んだ時、とある男子高校生が乗り込んで乗ってたんだけど、ミサポンヌが入った電車のその男子高校生が反対側のドアの方に向いてて、でミサポンヌはその高校生の斜め後ろにいたから顔はあんまり見えなかったんだけど、珍しくね、制服がダボっとしてたのね。でズボンもさすがに腰パンとかではないんだけど、足の部分がすごい太め、ちょっとこうダボって感じで、ほーみたいな、こんな東京のど真ん中で珍しいなーってちらっと見て思ったんだけど、一瞬びっくりしたのが髪型なんだけど、私たち世代じゃない人はわからないかもしれないんだけど、極戦の亀梨くんとか赤西くんとかもこみちくんとかが出てた時代の極戦ね。で極戦に出てる小池徹平くんの髪型わかるかな、世代が一緒の人はわかるかなと思うんだけど、そうびっくりしたんだけどさ、その男子高校生ね、カチューシャを髪の毛につけてたの。長めの髪の毛でジグザグしたカチューシャをつけてたので、見た時に本当にメサポンヌはびっくりしちゃって、ちょっと懐かしい気持ちにもなりつつ、昔のヤンキーっていうかカチューシャつけてたかもしれないしね、懐かしい気持ちになってね、昔のヤンキーとかさ、こう健康サンダルとかさ履いてたじゃん、カチューシャとかつけたりして、でもまたね流行ってるのかなと思って、そういうカチューシャみたいな、そう流行りってそう一周回るじゃん、だからそれをすごいリアルに実感してめっちゃ面白いなって思って、
それでそのカチューシャ男子の、 あのお友達の男の子と2人で電車に乗ってて、でなんかお友達とおしゃべりをしてたんだけど、その間そのカチューシャの高校生は TikTok をずっと見ながら喋ってて、あなんか今の世代の子って TikTok 見ながらなんか友達と喋ったりとか、まあ、そういう感じなんだって思ったりしたんだよね。そう、面白いけどね、なんか TikTok もだけど、なんかみそぽん的には TikTok よりはインスタとか見るかなって思ってね。でまあお友達といる時は私はあんまりスマホ触らないけど、ちらっと見るならインスタかなって思ったりして、なんかインスタのストーリーとかちょうどこういいじゃん、サクサクっと見れるから、うん、なんか TikTok って結構夢中になっちゃうというか中毒性あって怖いよね、正直ずっと見ちゃう、本当に時間泥棒みたいな感じで、まあそう、最近の高校生はこんな感じなのかとか思いながら、結構電車人が多かったからカチューシャくんの斜め真後ろあたりにいたこともあって、まあ、自然と TikTok 見てることを認識しちゃったんだけど、まあ、人のねスマホを覗くのは良くないかなって思って、あのポケットから自分のスマホを出してメールとか確認してたら、その男子高校生2人がねまた喋り始めて、なんかそのカチューシャの時点ですごいミサポンヌはえめっちゃ懐かしいみたいな、そういうなんか感じだったから、なんとなく自分のことをしながら聞こえてくる話みたいなのがすごい耳に入ってきちゃって、で聞いてたらそのカチューシャ男子がもう一人の子にヘアスタイルのアドバイスみたいなのをしてたの。そう、かわいいよね、なんか。で、めっちゃ面白いって思って聞いてて、でもなんか、そうだよね。なんかあんな奇抜なヘアスタイルっていうか、カチューシャするのすごい勇気いるじゃん。なんかおしゃれリーダー的な、なんかカースト上位的な立ち位置なんだろうなとか思ってさ、その男の子が。だからすごい面白いと思って。で、なんかカチューシャくんが言うには、なんかお友達にねそのアドバイスしてて、その子にもう少し伸ばした方がいいよみたいな、そういうことを言ってて、でなんかお友達は最近そのよくねインスタとかで見るようなセンターパートみたいなヘアスタイルをしてるんだけど、うん、なんかあの大人っぽいその K-POP 的な子っていう感じじゃなくて、あの普通のあどけない感じの可愛い高校生なんだけどね。いやなんかセンターパートってその単語を言っちゃうと、そういうなんかクールでシュッとしたイメージがあるじゃん、なんかはいあるのね、ミソポンヌは個人的に。だからすごいなんかこう K-POP のクールな人のヘアスタイルっていうイメージがあるから、一応補足すると本当にあどけない感じのあの可愛い高校生ね。それでなんかお友達にもカチューシャさせようとしてるみたいな、そんななんとなくそんなような話もしてて、なんかでそのお友達がね、俺ももうちょい伸ばそっかなみたいなこと言ってて、でそのカチューシャくんがうん伸ばした方がいいよみたいな、なんかアドバイスとかしてたのね。すごいなんか可愛いみたいなめっちゃ面白いと思って聞いてて、ごめんね面白いとか言っちゃってって感じなんだけど、でねなんかその子たちが1年の時は俺らマジイモかったよなみたいな話をしてて、でもさなんかカチューシャってさ田舎のヤンキーっていうのかな、なんかまあそういう高校生とかがやってたようなそういうイメージの、まあ、アイテムだったからさ、だから時代ってそういうところまで超越するっていうか、なんかすごいなって思って、そうなんか垢抜けたんだねみたいなね、なんかそう捉え方によっては失礼に感じちゃうかもしれないけど、すごいなんだろう、ジェネレーションギャップが時代とか流行りが一周回ってるっていうのもすごい面白すぎて興味深いし、どうしてもみんなになんかこうシェアしたくなっちゃったんだけど、それでねなんかカチューシャくんはまあ、多分学校ではファッションリーダーなんだろうなとか、あのカチューシャを最初にして学校に行った日はすっごいドキドキして勇気がいっただろうなみたいな、そういう妄想とかをねミソポンヌはしてて、なんかお勉強頑張ってるのかなとか、楽しく学校生活送ってんのかなとか思いながら誰だよって感じだけど、まあ電車に揺られてたから、なんかそう、いろいろ考えてたんだけど、そしたら東京のねすごい一等地のまあ恵比寿みたいな感じの駅、まあ、恵比寿じゃないんだけど恵比寿みたいな感じの駅で、カチューシャくんがあの友達のその男の子にクールな感じでバイバイみたいな言ってて、であカチューシャくんここで降りるんだ、すごいめっちゃ都会っ子じゃんおしゃれみたいな思ってたら、あのミサポンヌの方にやっとお顔が向いたんだけど、そのカチューシャくんねまさかのおでっこが肌荒れしてて、なんだろう、若いから思春期のニキビかなって思ったんだけど、
なんだろう、あんなにカチューシャくんの高校での立場とか勇気とか友情とか勝手に想像してたけど、単純な理由だったのかもって思って、あーミサポンヌアホだな、自分ってなんかって思ったよね。あーもうなんかこんなに喋っちゃったんだけど、今日はすごいしょうもない話でごめんねって感じですね。で、なんか最初に話したその結婚相談所、詳しい方がいたらぜひ教えてください。まあ、調べて出てくる情報っていうのは、結構実際調べてるので割とわかるんだけど、実際どれぐらいそのマッチできるのかとか、まあ、月どれぐらいの人と会えるのかとか、わからないから、まあ、そんなね、なんか不安定なところに初月15万とかかけて飛び込めないっていう、正直そういう気持ちもあったりして。でも、なんだろう、結婚相談所行った方がいいよっていうコメントはかなり多いので、はい、気になってます。はい。じゃあ今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。で、土日にね、耳鼻科行ってこようと思います。教えてくれた人ありがとうございます。あとはチャンネル登録まだの方、もしいらっしゃったらぜひよろしくお願いします。また来週もお話をしたいと思います。コメントとグッドボタンいただけるとやる気が本当に出ますので、ぜひよろしくお願いします。はい、視聴者の皆さんも素敵な週末を過ごしてくださいね。あとはあったかくして寝てもらえたらと思います。じゃあ、長くなってしまったんですけれども、視聴者さんにも幸あれ。じゃあねー、バイバーイ。